続いては今人気急上昇のタウンをチェック。先ほどの町バレッタから船で移動することおよそ10分。やってきたのは来たぜ、国有港町ベルゴ。バレッタの海を挟んで反対側にある港町ビルグー。海を望めるレストランやローカルが住むエリアなど、ゆったりと時間が流れる感覚を味わえるんだって。しかも最近おしゃれなレストランやアートショップが急増中。新たなマルタのマストスポットに。この町最大の特徴が見てよ、この細みし、えぐきれい。この細道が続く美しい町並み、心配性の大竹さんでも安心できる案内板もあるので迷うこともないよ。ナイス。続いてはビルグでのマストお土産をご紹介。ねえシェヌブ様、この教会の下にビルグ名物あるよ。なんだと思う？正解はキャンドル。そう、キャンドルが名物。その理由は夜になるとわかるよ。これキャンドルナイト、えぐきれい。街中にキャンドル並べるフェスティバル。毎年10月に行われる街中をキャンドルで照らすキャンドルナイトがビルグきっての名物。今年はもう終わっちゃったけど、寺島さん、ここいつか行ってみたいでしょう。続いては施設が充実、屋上に丸々があるホテルをチェック。